はい、皆さんこんにちは、ノブです。今日は隊長とね、あとうちの近所に住んでる、友達と3人で、すぐねうちから近いところの山をちょっと遊びに来てます。で、今日はあんまりね山の中が分かってないエリアなんで、ちょっと探索っていうかね、そんな感じで、山の中いろいろ騒いでみようかなと思います。それじゃあ行ってきます。雨上がりで滑る。さあ、あれ後ろが来てない。どうしようかね。だからそっち行ってみようか。そっち行ってみたらこう行って抜けて上がっていけないかな。ちょっと探索というかそっちから抜けていけそうだから。早速ハマってるよね。こういうね、全く走ってない杉林の下みたいなのって、この枝の下にトラップが、オープン、いっぱいあるからね、怖いんだよね。あそこいいと思う。ダメ？ほら、レーサーが来た時にこうレーサー殺しで、かなりネズミ返しじゃなくてレーサー返しで削れば。そこがね、こうなんつーの、こうくって壁になってるんだよね。だから、まあ、上手な人はそっちが楽しいんだろうけど、僕らみたいなのはあのヘタレなんで、普通にこっちのラインがいいんじゃないかな。今隊長とも喋ってたんだけど、一応ね、僕らの間で3回ルールっていうのがあって、3回挑戦してダメだったらもう諦めるっていうルールがあります。なんで、3回以内になんとかねここ登りたいよね。ここ登れないと迂回路っていうのもないから、またずっと戻っていくしかないんで、まあなんかちょっとね3回以内に登れたらいいなって思います。あ、惜しい。あー行けそうな感じだね。うわあ、あれしたくない。絶対したくない。どうやら隊長曰くこの前半の加速が肝だそうです。いやあ、下に来るとなんかやっぱ嫌だね。同じとこで同じとこでした。なんかやっぱこっち引っ張られちゃったな今。へえ、なるほど。フェンダー君がもともともう縫ってあったんだけど、もげた、折れた。テイク2、まあ、今日はね、もう時間ないから、これラスト、ここは。さあ。違う方から行っちゃったよ。行くんじゃね？あ、いやあ。マスト前だー。あー、クソ。わー、お、いいぞ。あー、ダメだ。はい。どうやって行こう。そこの沢から行けるかな。気持ちいいね。
秋の葉っぱの落ちた山の中、すげえいいわ。爽やかトレッキングルートに、今度は来てます。みんなはまだ来ないね。なんか下でイゴイゴやってる音だけ聞こえてます。いや、ふかふかの落ち葉気持ちいいな。あれ、こっち来ないの？みんな降りてきて、うん、ここに降りてくれば大丈夫。で、溝からそっち上がれる。体調がハマってる。ああ、超飛んでくる。葛城くんがファッションライター氏が来ないので、ちょっと様子を見に行きたいと思います。ああ、フロントでつるんでした。大丈夫？よしよし。あ、あー、ヘンダーちゃんが高いのに。あ、こっちも折れてる。両側骨折。両側骨折です。あそこに入場して1秒後に転んだんですけど、まず。ぎょーんって。まだ続くの？ちょっとね、まだ行けるんだけど、もう暗くなってきたんで、今日はもうやめましょうっていうことで。U ターンですね。うわー、でもまだあの倒木戻んのか、嫌だな。はい、というわけで、ちょっとね、裏山探索今日はこの辺にしたいと思います。結構ね、広くていいエリアだったんで、これからはここの辺の動画が増えるんじゃないかなと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おもてなしします。